What's up? こんばんは。ちょっと新鮮ですね。どうも、僕は今、フリーマントルというところにいます。フリーマントルといえば、刑務所が有名でございます。When it comes to Fremantle, I came up with prison. これも刑務所の跡地でございます。今日も YHJ っていうグループのホステルに泊まるんですが、すごい刑務所をモチーフとした感じで、中に入れば刑務所の雰囲気を感じられるので、それもちょっと見ていただければなと思っております。 Let's look around. I'm gonna show you guys. この壁のボロボロ具合とかも雰囲気を醸し出してます。ちなみにパースの市内からフリーマントルまでは電車で1時間ぐらいらしいですね。自転車でも1時間、そうです、1時間ちょっとぐらいですかね。で着きました。はい、なんでパースに来たら、まあ、フリーマントルにも行ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、では今日はフリーマントルをちょっとね、自転車で探検したいと思います。 Let's go!今日は水曜日なんで、このチキンパーミーを頼もうと思います。 I'm gonna get this one.10ドルでこれはめっちゃお得です。めっちゃ美味しいです。はい。After eating this, I'm going to beach. Fremantle is famous for beach as well. I'm at Leyden Beach. It's like 15 minutes bike from city center. ちょっと近づいてみましょう。めちゃくちゃ綺麗。It's so beautiful.You can't see that beach in Japan. Maybe in Okinawa. Okinawa is, you know, like isolated island. Wow, that's Australia. Wow. いいですね。ここのレストランが美味しそうなんで、ちょっと行ってみたいと思います。わあ、めちゃめちゃおしゃれなデザート頼んでしまいました。いただきます。味の想像もつかないです。食べたことない味。今日はここで晩ご飯を食べたいと思います。 It's past 5 PM, so it's happy hour.Hi, can I get pizza of the day? Hello. Can I get two rolls? Two rolls. So hard food for us. That's okay. Two rolls. Two rolls. Pair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  rolls. That's it. Okay. Yeah. So this one is from pork, right? Yeah. すごい。これパースの地ビールらしいんですけど、なんかちょっとリンゴっぽい味がします。青リンゴっぽい味がします。 It tastes like green apple. Pizza looks so good. なんか誰か分かんないですけど、とにかくうまいです。はい、今6時13分でございます。後ろのフリーマントル刑務所で、水曜日と金曜日の夜だけ懐中電灯ツアーっていうのをやってるみたいです。なんか肝試しみたいで、こう懐中電灯で照らしながら刑務所の中を探検するっていうツアーをやってるらしいです。
それが6時半から始まるらしいんで、もし間に合えばちょっとわかんないんですけど聞いてみようと思うんですが、参加してみようと思います。 Am I able to join the Tokyo Ice War still? Ah, probably not. Let me see what we have. It looks like we could probably squeeze one to the 6:30. So the 6:30 goes from 6:30 to 8 o'clock. Yeah. Is it just you? Yeah, that's me. Come on. What we want to do is head over to the gift shop. They'll be able to get you a ticket.さあ始まりました、今から懐中電灯をもらって中に入っていきます。So as we whip the person across the back, you're going to get a cut or laceration. Put him a gun. Really bursting for one, you know. So I put him a gun, they give me a ciggy and I surrender. So I come down from their kitchen roof with that ciggy in my hand. これお土産でもらいました。はい、結構楽しかったです。こんなことがあったんだよとか、こんな死刑があったんだよとか、刑務所の歴史を知れることはもちろん、やっぱりこの懐中電灯で照らしながら歩いてちょっとドキドキするじゃないですか。そのドキドキしている人を驚かすような工夫もあったんで、そこも面白かったです。皆さんももしパースに来てフリーマントルも来ることがあれば、刑務所ツアーもやってみてもいいんじゃないかなと思います。水曜日と金曜日の夜だけこの懐中電灯ツアーやってるみたいなんで、あとはお昼に他のツアーをやってるみたいなんで行ってみてください。で、今日一日フリーマントル満喫しましたが、港町でかっこいいし、食べるところもいっぱいあるし、刑務所とかそういった見るものもあるし、雰囲気とかも昔ながらの建物が残っていたりするんで、そういった建物も見るのも楽しいのかなと思いました。はい、なんですごいおすすめです。じゃあね、今日もホステルで寝ようと思います。せやっ。